勤務をしておりますけれども、今日はこちらの会員なんで、呼んでもいいかな。機関がありまして、この両猫の黒い丸の中に白い点がポチポチと中身ぐらい見えましたけど、が魔法というやつが非常にちっちゃい。ちっちゃい。よく見つける。はい、ということで異常なしというんですかね。はい。あの四猫。この中に異常がないかっていうのを見て、どう見たらいいか、これ真ん中の異常ではあるんですね。これがまあ大きそうなので、まあ、一番大きそうなやつでサイズは分かってますけど、まあ 1.6 ミリですから、よかったです。ありがとうございます。お疲れ様でした。で、以上です。冷たかった。ずっと気になってはいたんですけど、でもまあどうしていいかとかちょっとよく分からなかったので、でも知り合いに今回こういうのがあるよって聞いて、じゃあぜひ受けさせたいと思って、今日はでも良かったです。安心しました。はい、金町です、はい、僕はまだ2歳になってないぐらいだったんで、で、まあ、母乳とかまだ飲んでたんで、私が飲むものとかも気を使って食べ物とかもちょっと多少気にして買ったりしてました。金町の水上の水から要素が出たって聞いた時は、いや恐ろしかったですね。でもう住まいもすぐ隣なんで、はい、保険に不安でしたけど、この穴に頭を入れるような感じでやってください。たまには袋で、これは異常ではありません。で、あとボディも、まあ、サイズも2、3ミリとかだそうで、非常に小さな問題ありません。どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。1年後でした。ありがとうございます。はい、東京に避難してからも、月曜日に受診したんですけど、なかなか子どもが休みが合わないので、でしばらく受診できなかったんですが、日曜日だったら来れるということで来ました。でも今避難先はここから遠いですよね。遠いです。西側なんで、東久留米なんで2時間近くかかりますね。やる場所がみんな平日行かないといけないんで、そうするとやっぱ行けないんですね。子どもが学校を休みたくないっていうことで、日曜日を開催していただければ受けたいと思ってるんですね。あとは個人がデータをきちっと把握できるっていうふうにしてもらえればいいと思います。苦しかった。あ、本当。初めてやったのでドキドキしました。大丈夫だった。例えば松戸であれば議員さんがいて、女性について活動して、測定をして活動してたりだったり、千葉、茨城の方に行けば、女性検診が盛んにやられてたり、そして東京を飛び越えて神奈川でも検診がされてたりするのに、どうして東京はこんなに
何もないんだろうっていうふうにすごく思ったんですよね。なので、汚染に関してはやっぱり隣の松戸とか三郷とか汚染重点調査地域になっているところとそんなに変わらないぐらいの汚染なのだから、やっぱり私たちも葛飾で同じような活動が必要なんじゃないかなってすごく思って、はい、なので他の地域に追いつけるようにこれから活動をできたらなっていうのが、はい、今の夢というか、はい、願い、希望です。